飛龍が抜けた堂島組では幹部の筆頭だった久瀬に代わり、堂島組若頭補佐、太平一家組長、阿波野博樹が新たに台頭していた。阿波野は立花不動産が持つ空の一坪の情報を奪うべく、飛龍に立花の身柄を引き渡すよう迫る。頑なに要求を飲まない桐生に対し、阿波野は堂島組を挙げて包囲網を狭めていった。桐生は兄弟分である錦山の助けにより神室町を脱出するが、その錦山とも決別を余儀なくされる。東条界最強といわれる堂島組との対立が深まる中、それでも神室町へと戻っていく桐生。そこには桐生の首を狙う強大な力とわずかな仲間とが待っているはずだった。 What's going on, guys? Welcome back to Passion Food Gaming. And yeah, we're gonna jump into chapter 9. Let's do this, guys. And once again, thank you so much for being here with me. Ooh, yeah, chapter 9.おい、いたいた、いたぞ、おら。キリュウじゃねえよ。うわ、この野郎、紛らわしいなりしてんじゃねえ。キリュウじゃねえ。おい、こいつ見たらすぐに知らせろ。いいな。はい、はい。Jesus, just look for him. Ashita, 連絡します。どうかそれまで堂島組から生き延びてください。キリュウさん。Find a place to hide. His best friend almost betrayed him.And he basically disowned his own brother. Like I've mentioned before in previous chapter, when it comes to like sub stories, most likely I will cut it all out just so that you guys can experience just the main story with me. The sub stories are great, but sometimes it can take up so much time. Yeah. 2,000 years later. All right, guys, took a little break.And decided to look up to see where I need to go. I know that I have to be on Tenkaichi Street, so it was just around the corner here. I'm gonna try to head towards that way and see if see if it triggers anything. It also says I gotta go to a Kazama family office.Officially betrayed Pedro. Oh, okay. All that does make trouble. Oh, I can't come. Yeah. Wait, wait, wait!
このガキ何つってってんだよ。ちょ、やめましょうよ課長。てめえ、ほら、なんとか言えよ。やめてんのか。悪かった、大丈夫か。それで済むと思ってんのか。ほら、almost got his pretty face clawed out. もしかして桐生さん？やっぱり桐生さん。レーナ。ちょっとどうしたの？血が出てる。怪我してるの？大丈夫？ああ、大した怪我じゃねえ。何があったの？いいんだ、何でもない。それよりもう言ってくれ。あんたも俺と一緒にいるとまずいことになる。分かってる。堂島組に追われてるのね。ああ、だったらうちの店に来て。行くとこないんでしょ？ダメだ、あんたに迷惑がかかる。俺のことはほっといてくれ。そんなこと気にしないで。ほっとけない。錦山君の兄弟分を見捨てるなんて。アイスとはもう兄弟の縁を切った。え、あんたも俺に構うな。巻き添えにしたくない。そんな風に言われて引っ込めると思う？あんまり舐めないで。来ないんだったら今ここで大声あげる。本気よ。こんなとこにいればすぐ見つかる。お願いだからこれ以上時間かけさせないで。いい？私は先に行って店を閉めるから、桐生さんは少ししたら後から来て、目立たないように裏口から入るといいわ。 Very smart, clever woman. それじゃ後で。必ずよ。レーナ、すまない。謝るのはそれで最後にしてね。ちゃんと来てくれたのね、桐生さん。あまり長いはしない。橘って男から連絡が来るまでだ。それまでの間もちろん。座って。とにかく頭の傷手当てしなきゃ。あ、レーナ、今錦がどうしてるか知ってるか？風間組の事務所に詰めているみたい。さっきも出入りしているの見かけた。なんだかすごく怖い顔してたけど。そうか、ならよかった。傷そこまで深くはないみたい。消毒だけするわ。ああ、さっき桐生さん、錦山君と兄弟の縁を切ったって言ってたよね。それって彼を巻き込みたくないからなんでしょ？今の俺は堂島組全員に追われてる。あいつはもう俺と関わらない方がいい。 So sad。 そんなことだと思った。結局あなたたちってお互いを自分の身以上に思ってる。錦山君はうちに来るときいつもあなたのことを楽しそうに話してた。私にはそんな仲間がいないからすごく羨ましい。何にしても俺はこれ以上あいつの荷物になりたくねえ。もう兄弟を苦しめたくない。あのね桐生さん、一応知らせとくけど、
あなたのこと警察も探してる。今日この店に刑事が来て、あなたに話が聞きたいって。心当たりある？ああ、どうやら時間切れってことらしい。時間切れ？どういうこと？俺には殺しの濡れ衣が着せられてる。空の一壺に出た死体の件だな。それを立花が殺に手を回して俺への捜査を抑えてくれてたんだ。その猶予が切れた。でも濡れ衣っていうことは。ああ、俺は殺してない。はめられたんだ。キリュウさん、誰か来る。今の時間もうエレベーターは動かないはずなのに。僕の部屋に隠れて。 Oh no, she's gonna I hope she won't get in trouble. Put away the medicine box.道島組をなめんじゃないよ、姉ちゃん。おら、出てこいや、キリュウ。この店はずっと張ってたんだよ、バカが。こそこそ隠れてんじゃねえぞ、おら。 That's right. キリュウさん、ダメ、逃げて。やっぱり嫌がった。おい、応援呼んでこい、全員だ。へい。すまねえ、レイナ。やっぱり俺はここに来ちゃいけなかった。キリュウさん、もうてめえの居場所はどこにもねえんだよ、キリュウ。 Let's go. Big boys. Stay down. That's for hitting Reina. Kiryu-san.店荒らしてすまなかった、レイナ。全部俺のせいだ。すぐにこいつらの仲間が集まってくる。もう行かねえと。待って、警察を呼ぶ。逮捕されるかもしれないけど、それでも警察になら殺されない。無駄だ。ヤクザがここまでやるからには、サツが来たとこで引きはしない。俺を始末するまではな。そんな、誰か他に助けはいないの？いれば、あんたにも迷惑かけずに済んだ。迷惑だなんて。じゃあ、迷惑ついでに一つ頼まれてくれるか？え？こいつを錦に渡してほしい。これは？それを渡してこう伝えてくれ。俺のために復讐するのだけはやめろと。組に逆らえばあいつは俺の二の舞になる。キリュウさん、キリュウさん。One of the key point I love about these Yakuza games, lots of honor. もう逃げらんねえぞ、キリュウ。ああ。だが、honor, respect. こんだけ道連れがいりゃ、寂しい思いしないです。バカ。まだまだ駆けつけてくる。どうあがいても。地獄みんのはてめえだけだ。レスクリーン、ぶっ殺せ。
Got a taser too. That guy got a taser. Walk away like a boss. How awesome is that? He's still, his suit, it's still buttoned up. That is so badass. 頑固なやつだな、おめえ。いつかこうなることは分かってたはずだろ。だがもう脅しじゃ済まなくなっちまって。アバノ。立花の居所は後でじっくりお前の体に聞く。そいつはいたとこで死んでもらうことに変わりはねえがね。兄弟、手柄はてめえにくれてやる。だがこいつは俺がやるぜ。ギリア、おめえが変わった立花はどうしてんだろうな。ここんとこばったり姿消しちまったら、連中おめえを見捨てたってわけだ。風間の頭もおめえを見殺しにするギリア、報われねえな。今時の仁義ってやつだよ。立花は必ず殻の一つぼを手に入れる。そうなりゃあんたらもまずいことになる。俺はどんな目に遭おうが立花の居所は吐く気はねえ。今ここで追い詰められてんのは俺だけか。知ったふうな口聞くんじゃねえぞ、若造へ。うん。任せとけ、兄弟。俺がすぐに黙らしてやる。たっぷり楽しましてもらうぜ。キャリア !Let's go, let's go, let's go. Let me see if I can heal up a little bit first. Fighting Kuzey is... Oh, he already took first punch. I see how it is.There you go. Oh! There you go. Cheap shot. Got all these guys. Oh, that's a nice new one.
gotta switch it up a little bit. Ay-ya. Okay. I gotta take out these goons before I take on the big boss. Alright, now it's your turn, baby. Let's go. Then I'm gonna heal myself. Painful. Like a cockroach, just won't die. Stay down. Cheap shot. What a cheap shot. なんだ、キリュウさん、乗って。立花、早く。Dang. Let's go, let's go. 遅くなりました、キリュウさん。あいにく車の運転は得意じゃないんです。しっかり捕まっててください。逃がせろおめえら。Are they gonna stop? Come on. What are you thinking? くすげきやがれ。くすげえ。Bone's not broken? He's kind of happy.
this whole thing. Dojima 組の締め付けで、うちの情報網も動きが鈍っていましてね。なかなかあなたの状況がつかめず、小田さんに知らせる暇もありませんでした。おかげで自分で慣れない運転をする羽目に。あんたにも苦手なもんがあったんだな。苦手というか、いわゆるペーパードライバーっていうやつです。緊張した。おかげで助かった。あんたが来なけりゃ俺はあそこで終わっていた。俺は甘かった。自分はもっと強い人間だと思ってたんだ。だからどんなに突っ走ったところで、そのケツは全部自分で取れるつもりでいた。それが今じゃ、俺が近くにいるだけで周りの人間が危険にさらされる。俺を守ろうとしてくれた人たちがだ。セレナのママ、風間のおやっさん、錦、それにあんたも。結局俺はたくさんの人間に守られていただけだった。それに気づかずにいたツケが今になって回ってきたらしい。バカだった。私があなたならそんなことは気にしません。私はね、キリュウさん、自分の周りにいる人間は全て利用すればいいと思っています。私の育ってきた環境では誰もがそうしていました。そうでなければ生き残れないし、のし上がっていくこともできません。金でも何でも使っていかに周りの人間を利用するかだけを考えるんです。これはあなたのようなアマちゃんには遠い世界の話でしょうけどね。うん、ならさっき俺を助けに来たの、俺を利用するためってことか。そうなりますね。あんた何が言いたいんだ。私は人を利用してきた結果として金と力を持つようになりました。どうも私にはその方面の才能があったようです。ただしあなたと違って私には私のために命を張るような仲間はいません。私の周りにいる人間もまた私のことを利用しているだけです。あなたが自分をバカと言うなら私もいくらか、そんなバカになりたかったと思います。立花、あなたを守ってくれる人たちはあなたが自分の損得で動く人間でないことを知っている。その上、あなたは一度こうと決めた相手をバカみたいに命がけで信じることができる。そんな人間は特に今みたいな時代めったにいるもんじゃありません。残念ながら私はまだあなたのために自分の命までは張れません。ただあなたを信じて私の命を託
隠すことはできます。立花今のはシラフで言うことじゃなかったかもしれませんね。 Sounds good. Let's grab some drinks. よかったら一杯おごる。 Japanese whiskey. 後にしましょう。この車はここで乗り捨てます。あの車は敵じゃありません。ああ、オダ。オダ？この町にもわずかですが、登場界の力が及ばない場所があります。これからそこへご案内します。どうかしたのか。Huh. Is he okay? Uh-oh. Oi, Tachibana! Sajo! Shikkari shite kudasai! Sajo! Well, that concluded chapter 9, guys. That was so amazing just to get back into Kiryu's stories and watch his whole thing unfold. I think we're going to start and see a little bit more of Tachibana's side of things. And on that note, stay safe, stay creative, and I will see you guys in the next chapter. Peace, y'all.